皆さん、おはようございます。ちなみに今私はこうやって挨拶をしてから、動画を始めましたけれども、皆さんは普段挨拶をしていますでしょうか。ね、よくね、学校あるいは会社などで挨拶をしましょうということをね、言われたことがあるかと思います。で、まあ、もちろんこう、ね、人と会ってこう挨拶をしないということはダメですけどね、まあ今、こう、なかなかしていない人も世の中いますけれどもね。まあ、こちらからこう強制とかは、私の場合はしませんけれども、まあ、もしかしたらその人何かあるのかなとか、人と関わりたくないのかなとか、ちょっとこちらもね、思いやってこうしないことはありますが、基本的に挨拶をしないっていうのは、基本的にはこう、まあ、ダメかなというふうには思います。で、ダメなんですけども、まあ、じゃあ、挨拶すればそれで全て OK かというと、そうともちょっと言えないと思うんですね。気のない挨拶とか心を開いてない状態の挨拶ということをしてる方いますよね。なんかちょっと気のないうやすとかっていう感じの挨拶とかね、いう方っていますけれども、それだと本当の意味で挨拶をしたということにはこうならないと私は思うんですね。で、挨拶の目的というのはいろいろあるかと思うのですが、例えば相手に心を開くこと、そしてその後のコミュニケーションを円滑にするために、私はあなたに心を開いていますよ、コミュニケーション取りましょうねという意味で挨拶というのを人と人が会った最初にこう行うというのが本来の目的だと思うんですね。だから挨拶をしましょうというのは、言わんとしていることは相手に心を開きましょうねということをこう私はこう言っていると思うんですね。だからただ挨拶すればいいということではないんだということです、ね。で、それが音楽にも似たようなことが当てはまりまして、楽譜を見てしっかりと弾きましょうということは、まあ言われると思うんですね。で、それで、じゃあ楽譜通り間違わずに演奏したらそれで OK かというと、これも必ずしもそうではないんですね。で、まあ生徒さんはね、初めて取り組む曲で大変で、もう間違わずに演奏するだけで精一杯という方も多いとは思うんですけれども、でもその間違わずに演奏しても、同じ曲を例えば上級者あるいはプロが弾くと、やっぱりなんか出来が違うなっていうことってあると思うんですね。うん。だから間違わずに弾けばそれで OK ということもちょっと言えないと思うんですね。じゃあどうしたらいいかというと、楽譜が言わんとしていること、ね、その情報から汲み取って、ね、演奏することで初めてね、聞く人の心に響き、心を動かす音楽にこうなると。まあ、その演奏にこう命が宿っていくということはあると思うんですね。ちょっと、言ってることがちょっと分かりづらいなということであれば、ちょっとこの後具体的な例を演奏を交えて紹介していきます。例えば、私がちょっと使っているテキストにこのようなエクササイズがありました。これはシンコペーションの例ですけれども、よく、まあ最初はちょっとリズムの感覚がわかりづらくて、たた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 と、ね、その8分音符の感覚を数えるのに必死な生徒様っていうのは多いんですね。それでよくありがちな、もう間違わないことだけに必死な演奏ってこういう感じになるんですね。ちょっと見ながら弾かせていただきますね。弾けば一応楽譜通りには弾いているので、間違わずには弾いているという意味では目標は達成されているのですが、じゃあ今の聴いていただいて、こう果たしてこう、まあ、音楽にこう命が宿っているか、あるいは聴いてて、あ、いいなと思えるかというと、そこまではいかないと思うんですね。正直言って、生徒さんが、弾くのに一生懸命だったんだなということで終わってしまうと思うんですね。
じゃあこれをこうよりよく弾くとしたら、だいたいこういう感じの映像になるのではないかなと思います。ちょっと やりますね。こういう感じの演奏になると思うんですね。つまり、まあこれはシンコペーション、アクセントの位置が変わっている、エクササイズなんですね。ですからアクセントの位置が変わることによって、ちょっと前のめりになるような、タン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 と、ちょっとそのアクセントがずれた位置でちょっと前のめりになるような、そのノリですね。それをこう表現して、なんか勢いのある感じ、ね、それをこう表現してくださいよというメッセージが隠されていると思うんですね。それが先ほど言った楽譜が言わんとしていることですね。それを汲み取るということになります、うん、だから間違わずに演奏すればいいというわけではなくて、まあ、どういう演奏が求められているかというのを考えて実行するというのが、我々こう演奏者にとってはこう大切なことになります。ただですね、生徒様がなかなか、独学とか初めて見ただけでは、例えばこういう楽譜を見ただけではそういうのが分かりづらいということがあるかと思います。それでですね、今後、まあ、何回かに分けてですね、実際の曲を通して、じゃあこの曲で、注意すべきこと、あるいは言わんとしていることはどういうことかというのを、実際の曲を通して今後ちょっと説明していきたいと思いますので、ぜひですね、こちらのチャンネル、登録していただいて、今後の動画をご覧いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ではさようなら。